ね、この世界中の迷宮シリーズを遊んでらっしゃる方は皆さん、あ、今回もすげえ凝ってるぜって思われると思うんですけれども、なんかあのカジュアルモードっていうのが今回搭載されてて、いわゆる敵が弱かったりとかボスが弱かったりとかしてるらしいんですけど、なんかそれによって称号が取れなかったりするのがちょこっとあるらしいけど、まあそれぐらい、まあ、そんなに影響ないらしいんですけど知らなくて、あのなのでカジュアルモードがあるがゆえにノーマルモードが結構敵が強いんですよ。だからね、下手にね何も準備しないで迷宮とかに行くと本当瞬殺されちゃうんで、ぜひ皆さんネクタルとあの糸は必ず用意してですね、あの迷宮には探索に行かれることを推奨します。じゃあどっか行きましょう。今私まだ第二の大地までしか行けてないんですよ。小迷宮とかにする弱い。今私小迷宮も5つまでしかまだ見つけてないですね。本当はあるとこ分かってるんですけど、カマキリが怖くてちょっと行けないんですよ。もうそれ退治しに行けばいいんじゃないですか。カマキリは退治できません。あれできないですか強すぎる。あ、でも方法はあるので、じゃあ試しにやってみます。カマキリをあの前回も3の時にもあったんですけれども、迷宮とは別に、まあ、いわゆるこうフィールドマップみたいなところがありまして、3の時には1日何歩まで歩けるっていう制限があったんですよ。私これに泣かされました。あの最初弱いうちは例えば10マスしか進めないとかそういう風な制限があったんですね。でも私ドジっ子じゃないですか、基本適当に進むじゃないですか。なので自分でドジっ子っていうのもどうなんですけど、ゲームにおいてはそれはね、あの胸を張って言える。私結構そういうところドジっ子なんで、なんかこう学習しないんですよね。で10歩進んでどうしても届かないんですよ、行きたいところにみたいな、パズルみたいなの苦手なんで。でこう何度やってもたどり着けなくて、全然違うやり方でやればスッと行けるみたいなのがあったりとかしたんですけど、今回それが実はなくなってまして、フィールドマップは好きなだけ行けます。もうねこれを見た瞬間に私は神だと思いましたねここがセーブポイントだったり、あとタルシスっていうのが今回町の拠点になってるんですけど、そこにあのワープで飛べたりするんですけど、これ大事ですね。で今これが大体マップなんですけど、今ね私の知る限り私の行けるのは気球で上の階層まで行けるんですよ、こうやって。ただどうももう一個上まで行けそうなんですよね。まだそこまでたどり着いてないんですけど、あ出てる、チャンス。ここ黄色い矢印出てるじゃないですか、はいはいはい、これね倒したいんですよ。でもね逃げが早いんですよね。あー無理かな、あっち向いてるから。うー無理っぽい、全然追いつかなさそう。あ来た、来たかも。チャンスチャンス。何が好きなんだっけ、何が好きなんだっけ。持ってないなんだっけ、これ舞茸じゃダメあ、いけた、やったやった。え、餌あげないで戦いたの生まれて初めてやったこの子弱いんですよ。おこれ赤プーカの方ですね。何がいいんですか、これを倒す と、 ちょっと特別なものが絶対倒せるんで。やったー、力の方程、これ手に入れると強くなるんです。いやー嬉しい、セーブしたい、セーブしたい、これああー来ちゃった。何今日何今日、ちょっとこれね、超強いので近寄ったら本当に瞬殺されちゃうんですよ。なんですけどこっちから近寄らない限りは特に襲っては来ないので、ただほらこの一歩ずつ前に進んでるじゃないですか、進んでる途中にこう落とし物をしてくれるんですよ。ここがね欲しいんですあやばい、無理かな、あと一歩いけるかな、危ないかな、行ってみよう。あやった、ほらただこの恐竜がいる時じゃない、恐竜っていうかこの
竜がいる時じゃないと手に入らないので急いで取りに行きます。落ちてる落ちてる、あーいなくなっちゃった、ラッキー、セーブしよう。嬉しいなこれ、イエイイエイイエイ。ちょっと戻る、ちょっとちょ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 来い、あまたいる何今日あでもこれ追いつかないだろうな、あ嘘、あら好きかな、あんずまいたけ、私が過去に作ったですね、あの地図を皆様にご披露してお別れしたいと思います。迷宮に行きましょう。小迷宮の中で、うん、クマさんがいるとこ行きましょうか。可愛いですよクマさん、クマさんがいる迷宮です、ここです、入ります。そうするとこういう感じで小迷宮なんですけど、まあ、あのクリア自体にはそこまで大事じゃないんですけど、ちっちゃいんです本当に、こんだけしか広さもないしなんですけど、あの私こうやって見つけたところとかにこうやっていろいろマークつけてるんですけど、これ何かっていうと宝箱があったんで、宝箱があったアイテムが書いてあれ意外と豆なんです。このクマシャなんですけど、このクマシャもう倒せちゃいます、いっちゃいましょう。えい、じゃあミーフィールのね実力を、はい、ビジェネワルツをまずかけます。そしてパワーブレイクで相手の攻撃力を下げます。そして防御陣形で下げます。そしてこの子することないのでディフェンスそしてまずは炎の聖印で相手の炎のあれを耐性を弱めます。まず準備が大事ですかね、こういうのバインドボイスやらしいんですよ、スタンするんで、ほらこの時スタンしたのが誰かっていうのをちょっと確認しとかないと、あの技が出してないのでアバッキーをまずいですね。はい、じゃあ次、まあちょっとこんなに強くないのでもうガード単語とかはいらないと思います、普通に攻撃します。で今回バーストってのがね、うん、あるんですけど、まあ必殺技的なもので通常攻撃とは別に動けるのでかなりお得なものになってるんですけど、バーストって選ぶとこれ誰でも使えるんですけど、うちはあのブチャラティが一番強いのでブチャラティにダブルスラッシュっていう技をかけます。でそれとは別に攻撃ができます。でさっきスタンしちゃったのでスキルで防御陣形取っときます。何もすることがないのでディフェンスまあトリッシュですからしょうがないですよね。でさっき 火のねあの向こうの防御力弱めたので火球の印術使います。そうでしょ、なんていう順調な戦い、ここに来るまでには本当に血の滲むような努力があったんですよ私本当に、もうクマシャンにどれだけいじめられたか私クマシャン血多いよって、あのな序盤のクマさん本当に強いので最初の迷宮とかにクマさんたくさん出てくるんですけど、初めのうちは全然勝てないと思うので初めて遊ばれる方はあのカジュアルにしちゃってもいいかなと思います。やったん、なんか敵の動きも可愛いですよね、結構 3D の動きで、はい、こういった形でやってるんですね。はい、いやいや楽しいですよ相当これは。
本当に私もドハマりしてしまうゲームなので、ぜひぜひ皆さんも、ちなみにレベル今20ぐらいだと思うんですけれども、20まで来るまでに本当に苦難の道がありました。皆様もですね、アイテムの持っていくのを忘れるのだけはお気をつけください。またね。